経過みたいな何とも言いませんけどね。でまだこの子何ヶ月だっけ生後。まだ半年ぐらい経ってないですね。1月生まれぐらいだから2、3、4、5。治れば消える可能性はありますけどね。から健康チェック表はちょっと見せてもらえますか。忙しくてなかなかやってはいるんですけど、あの塗ったりはしてるんですけど。あ、塗ったりはします。はい。はい、で、うんちゃん250個ぐらい出てるわけですね。で元気はいいと。で、チムシは、もうペレットも結構食べてますね。そう、ペレットは9。あれ、ペレット9、ペレット8にしましょう、8。8でやってたんですけど、ちょっと。ここだけ9なの。うん。多くやっちゃいました。わかりました。了解です。いいですよ。この子飲んでるんだもんね。飲んで1、2、3、3週間飲んだんですよね。はい、さあ、ごめんよ。ちょっとですね。よいしょ。ずつそう、急には良くならんからね。まず広がるのが止まってくれないといけないんですよね。で、毛が今生えてはきてないか。ちょっとこういう風に持ってもらっていいですか。私の方に あの顔を向けて、すみません、ごめんなさい。そう、肩持ってください。ちょっと転換させてください。よいしょ。いいですね。これが健康な色ですね。ピンクしてますもんね。一回、今日はつけてます？今日はまだ。まだですね。じゃあ一回私つけときますね。この目薬と、その心筋の薬をまた出してほしいです。はい、わかりました。じゃあ今度は足行きましょうか。やっぱりペロペロ舐めてます足。あ、そうですね。ちょっと気になるみたいで舐めてることになる。コンディショナーとか、この足の裏もね、ついにやってみましょうね。このゲージに帰った後に、はい、よく擦ってますね、その床とかに。あ、使おう。で、薬つけた後をさ、ちょっと軽く拭き取っといてくださいね。湿気ってるのが嫌で、やってるかもしれない。はい、じゃあこの手をもらいますね。ちょっともらいます。すごいのやらせてくれる。全身にはあのコンディショナーと T3 をつけておきますからね。急に大きくなった気がします。体が。そうです。そうですね、体重増えてきてますもんね。やっぱりね、こんだけ皮膚病があるとそれがストレスでた体重成長を阻害することはありえますよね。
それからあのしつけのことやってます？そうですね、手で食べてます？全部手で食べてくれます。本当いいね。はい、じゃあこの子をお願いします。軽く溶いただけでこんだけ取れますもんね。だからブラッシングもね、治療の一環で、はい、もうこれまだ、じゃあ、まあ、一応もう一枚出しようか。じゃあもうちょっと薬飲ませてくださいね、はい、と概要は最低1日1回 やれれば2回、はい、B1 これもう1枚あります？いや、まだそれだけです。これだけ、はい、残りを新しく1枚出してきますから、はい、で、あの忙しかったら全然開けといてもらっていいですから、はい、ただなんかうんちの数少ないとかさ、まあ、元気ないよりも先に体重が減ってくるとかね、そういう時はしっかりつけましょう。29、500、458g。 だってここで測っててもさ、400や300とか見なさい。4月の28日が350でしょ。で、5月の真ん中が322、11は320、この辺そう変わらんもんね。5月の15、323、5月の22が332と、ね、だからちょっと皮膚の状態が良くなってから増え出してきてるんじゃないですかね、と思います。急に大きくなったなって感じたんです、はい、で、あの、そう、鼻の上は確かに色素沈着とかあります。色素沈着かな。そう、だから、まあ、経過見て多分消えると思うんですけどね。で、それをなるべく染みを残さないようにこれとか保湿剤とかなんですよね。はい、じゃあお薬用意しますんでね、はい、でまた変わりなかったら1週間ぐらいで見せてくださいね、はい、もちろん観察用つけてでおかしかったらすぐ相談。はい、はい、